ちは。こんにちは。さあ、豊さん、はい、今日、楽天と日本ハムの試合が行われました、はい、で5回で終了したんですけれども、はい、なんとこの試合、はい、代打で出場したルーキーの矢澤選手がホームラン飛び出しました。拍手か。拍手です。まあそうだ、はい、まあ、プロ入り初ホームランということでな、はい、日本ハムまた話題が、はい、そうか、そうですよ、押してんね日本ハム。もう今日は日本ハム、日本ハムです。あ、そうかそうか、ダブルハムです。あ、なるほどね、はい、まあ、映像見たけども、まあ、代打ということで、うん、まあ、何が大事かというとやっぱ振っていくことが大事なんだけど、スリーボールワンストライクを作ってまっすぐ狙い打ちだよね、はい、完全にまっすぐだが一本を狙ってた、うん、これをファールにしないでまたそういう待ち方ができるっていうのはやっぱ非凡なものを持ってるな。あのね、ちょっとやっぱり迷ったりとかするんだよ、松井だから。はい、まっすぐで来るのかスライダーで一球取りに来るのかなとか、うん、迷ったらこのホームランは出てないけども、はい、もう狙い打ちだよね、まっすぐ、はい、だ怖いバッターだよね。そうですよね。いやだってカウント悪くしてああいうにもうまっすぐ投げれなくなっちゃったじゃん。確かに。しかもその代打で出てホームラン打つ、しかも松井裕樹投手から。ああ、はい、まあ松井裕樹はまだ出来上がってないとはいえ、はい、まあ、プロで何年間も飯食ってきてね、まあ、それらの実績あるピッチャーから打てたっていうのは、はい、やっぱそれは自信になるよね。どうですか、例えば首脳陣、監督へのアピールという意味でも。そりゃ十分でしょ。一発ホームランだよお前代打。カウント的にもあそこからの一発っていう。昨日だったかな、昨日一昨日かな、はい、ダイソーで出てきたりだとかね、はい、まあ、新庄監督も二刀流としていろんな使い方、まあ、試行錯誤してるよね、はい、まあ、だから足も使えるし。そうですよね。すごい揃った選手というか投手というか。まあそうだな、はい、だから、まあ、ピッチャーの方はそこそこいいよやっぱり、うん、球のキレとかも、はい、でこうやってバッティングがホームラン打ったりとかもするとさ、はい、可能性がどんどんこう見えてくるよ、二刀流という、はい、だからまあ一番よ今日が良かったのは3ボール1ストライクからもうまっすぐ1本で1位の3で打ったのがホームランになったという、はい、でもこういうバッティングができるっていうのはやっぱり非凡なものを持ってないとできないということだよね。だから良かったなと思うよ。そうですね。となるとやっぱりうかうかしてられない、レギュラー陣のチームという選手というか去年からいた選手たち、まあ、そうだね、はい、だから、まあ、1年目だから体力的にどこまで持つかわからないけども、はい、ちょっとねバッティングをこう練習の時から見てるとこう体がこう動きすぎるんだよね、うん、だから小さいバッターに言えるのはこうなんていうのバットのヘッドをこう走らせてパワーを出していくんじゃないこう肩の力を、はい、こう利用して飛ばすっていうような、うん、そういうバッティングに見えてたんだけど、まあ、見事だったね今日はね。そうですね、うん、ただやっぱまだ体は触れてるから正直ね、だから 1-2 の3だから打てたホームランだなっていうふうには見てるけど、はい、これがやっぱ覚えてくるとやっぱこう3割ぐらいのなんかこう可能性は秘めてるバッターだね。うん、ここからまだまだ学ばなきゃいけない点っていうのはどういう点になってくるんですか。あ、でも早いと思うよこの教えて結果出たら、はい、それをこう習得する力っていうのは、うん、俺はあると。豊さんはプラスアルファどういうことを求めていきますか。いやだから無駄をなくすっていうことだよ、うん、だ体の振りがまだでかいから、はい、そうじゃなくてコンパクトにバーンバーンと振ってもバットのヘッドをうまく使えばボールは飛んでいくっていうことをやっぱしっかり教えて学ばせれば、はい、俺は結構な打者になると思う。矢澤選手って もちろん二刀流ですけれどもどういうバッターなんですか。バッターとしてはまあアマチュアの時は中距離だよね、うん、ホームランも出るし、まあ、長打もある程度出るし、まあ、率も残るというね、うん、でもそんなにホームラン、まあ、たまにホームラン打つ2割8分の20本ぐらいはなんかプロでもいけそうな感じはするけどね、うん、おー十分ですよね、まあ、いや球場が狭くなるからエスコンフィールドね、はい、いや札幌ドームだったら15本って言ってるけど、はい、エスコンフィールドだから、まあ、20本はやればできそうな感じはするよね。うん、ただ打ち方変えなきゃいけないよ。あ、それにはそうですね。ちょっと体が流れる癖もあるし、うん、こう肩を使って振るなんていうのバッティングも変えていかない、うん、じゃないとミート率が落ちちゃうから。その肩で打たないようにするっていうのはどういうその癖という癖づけっていうか位置づけをしていけばいいんですか。練習で
ここを動かさないようになるべく、まあ、ベタ足で打つことが一番、ベタ足でこうやってヘッドだけをこうやってインパクトの時に顔を残しておいてパンパンって打つ練習をしたら肩動かないでしょ。そうですね、動かせないですもんね。だからこれが試合にできるようになったら簡単に打つようになる。で体も楽だし、はい、で二刀流やっても疲れない。あ、いいですね。今の打ち方だったらやっぱこう打席に入るだけ疲れる、うん、こんなやって打ってるから、はい、だからここら辺も、まあ、若さだけどね、うん、まあ、これでプロに入ってきたんだから、あのそれでもいいっていう人はいるかもわからないけども、二刀流やらすんだったらよりコンパクトに、コンパクトでボールを飛ばせるような技術を教えてあげる、うん、そしたらピッチングもあの無駄がなくなると。まあ、省エネというか、そう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 、そういうことが俺はできるようになる選手だというふうには信じてる。今シーズン一軍には定着できる選手ですか？いやいや、何言ってるのあなた頭熱でもあるんじゃないですか？なんで、あれ主力だよお、俺は主力だと思ってる。今鉄は熱いうちに打てって、今熱いんだから、はい、このまま、ね、使っちゃえみたいな。あ、そういうタイプの選手ですね。だと思うよ。何でも吸収する。自分で言ってたから伸びしろあると思います、まあ、いや自分で言っちゃったけど、自分で言っちゃうんだから、確かに伸びしろあるよ、うんうん、だからいろんなことをこう教え込んでも、はい、あのなんて言うんだろう、ショートしないというか、うん、フリーズしない、はい、そのぐらいのその容量は持ってる選手だと思う。あのいろんなことをこう注入してね、うん、正しいことを教えてね、はい、やってほしいなと思う。いやでも日本ハムにはいろんなタイプのバッティングの、ね、野手いますね。まあ、能力が高い人はいるよ、うん、まあ、清宮だって今日でもタイムリーね、先制タイムリー打ったりとか、はい、この前はなんか進塁打がホームランになっちゃったみたいな、はい、そういうバッティングも見せてたけども、うん、でも確実に成長してるしね。ですよね、まあ、野村勇輝選手、松本剛選手、万波選手もこの前特大のホームラン、そうだよ、しましたね、みたいに打っちゃってるよ、ね、コーンと。そうそうそう、いやだからいろんな能力があって、うん、いろんな結果があって、うん、それがこう結びついてくるといいな。そうですね。あで一本の線になるとさ、これはやっぱ強いチームには俺はなると思う。そうですよね。そのピースの一つとしてルーキーの矢沢は、矢沢選手、何言っちゃってんの、一軍だから一軍ですね。そうですよ、期待したいですね。いや期待するっていうよりも、うん、もうなんか、まあ、例えば清宮中心のチームなのか、野村中心のチームなのかって考えると、うん、矢沢の中心のチームだとやっぱまた雰囲気が変わるよね。あ、そうなんですね。いやそのぐらい慣れる選手だよ、やっぱり二刀流っていうのは、はい、うん、だからレベルを高く考えて持っていって、はい、うん、だからこう頑張ってほしいと思うけどね。そうですね、まあ、でもね俺も初ホームラン、うん、オープン戦、まあ、こういう練習試合とかね、はい、いろんなことをこう考えて、うん、オープン戦の時に打った初ホームランっていうのは村田兆治さんからだったの。おー、まさっかり東方の、うん、はい、俺はやっぱり今でも忘れないな、オープン戦だったけど。ホームランってそういうものなんですね。やっぱり打ってみたいという、うん、やっぱり欲というか願望あるしね、はい、まあ川崎の球場、狭い球場で打ったり。でも見事なホームランなんかどっかで残ってないですかね。いや、まあ、映像は俺持ってるけど、うん、流すわけにいかんから。そうですね。いやもう真っ直ぐカーンって会心の当たりで、いわゆるプロで初ですよね。プロで初、いわゆる、はい、そうそう、まあ、練習試合とか紅白戦では打ったことあるよ、はい、でもまあオープン戦と言われるね、はい、まあ、やっぱこう村田兆治さん、うん、で公式戦が松岡弘美さん、はい、知らないだろう、197勝、あと3勝ができずに名球会入れなかったっていうピッチャーなの。もうものすごい優秀、その人からは球種もやっぱり覚えてるんですね。覚えてる。いやだからまあ、矢沢もこの松井裕樹のから打った3-1からのボールの軌道と感触、うん、それは一生残ってると思う。あのメモリアルな日なんですね。まあ、そうだね、今日は、うん、だからそのただそれに取りつかれないで、まあ、自分のバッティングをこうどん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 ね成長するように、まあ、頑張ってほしいと思うけどね、はい、そうですね、はい。